メカジ艦隊タイトルがいやつ、並スタイル、昔着ていた練りシャツやチェック柄のシャツを10年以上経った今でも別にいいと思うよね。ありますね、ザっぽい印象のオナオラ系、清潔感が求められる時代なので、まず一旦セクシーから離れましょう。休日なのにビジネス感漂うサラリーマンタイプ、難しいよね。襟もサラリーマン見えする大きな要因、せっかくの休みなのに全然リラックスできていない、それは関係ないと思います。たまにいますよね、バカにしやがって、嫌われたらどうしようじゃなくて、自分の良さがわからない、センスが悪いやつとかどうでもいいっていうマインドを持ちましょう。あくまでマインドってところが大切で、人の服装をバカにする人はキャップ譲って、服装がかっこよかったとしても人としてかっこよくないので、僕は憧れを持ちません。他人にどう思われても関係ないです。自分の心に従って生きること、それが幸せの絶対条件。よし、こうで完成。この服装ならアメカジとかどう思いますか。最後まで。